はいどうも、たらしおいしいご飯の時間ですよ。今日はね、今日はこれですよ。もちろん鶏のひっぱっくの日ですから、いただきます。鶏のひっぱっくの日ですから、今日はいただきますよ。僕は鶏のひっぱっくですから。しかも今日は特別なのつけましたから、特別。これまだやってないからこうなってる。まず特別なの先にしようか。今日はね、これすごいよ。ケンタッキーの、なんだろうな、アプリっていうの、ケンタッキーのアプリっていうのかな、カーネルサンダースクラブかな、なんだっけこれ、カーネルクラブでこれ、無料お試しクーポンがあるよ。無料お試しクーポンがあるが、でこれ頼みました。くるくるしてるポテト、いただきます。うん、味違う。味がしっかりついてる気がする。これ美味しいね。うん、いやいいね、贅沢だね。うん、今店の中で張り紙っていうかあれ見たら、食べ放題やってました。食べ放題、1500円しないぐらいだったかな。食べ放題すごいね。でもね、鶏肉パックですよ。やっぱ4つあって、これ3つでしょ、1000円ぴったり。そしてポンタポイント4ポイントましてや、今回このお試しが無料です。ありがとうございます。まあ、ベストだ。だって食べ放題って言ってもさ、これでいったらこのチキンを食べ放題でしょ。だから4、まあクリスピーがチキンカードとして5も6も食べるかっつったらさ、1400円だからやっぱ1000円、これこっちでしょうね。断然こっちです。僕はね、僕よりももっとめちゃめちゃ食べたいっていうような人が、いらっしゃれば、方がいらっしゃれば、それはもう食べ放題の方がいいんでしょうけど、これぐらいがいいな。コメント見てると、これでも多いっていう人多いもんね。キジマ食べ過ぎたっつって、あっつあつ、そして車の中熱い。車の中あっち、これもうすでに汗びっちょりになってないですか。僕はびっちょりです。あっち、ほんとあっち、
食べてたいのがあって、このスパイスの効果で体温上がってて、両方なんだろうね。ただでさえ暑い中を、あ、そういえば梅雨明けました？梅雨明けましたか？ちょっとちゃんと見てないから分かんないな。ちゃんと見てないっていうのはニュースを、天気予報、これもうこのサロンな感じだったら、開けてんだろうけどね、なっちゃう。麦わら帽子率がすごい上がったもん。半袖ノースリーブ、男子も女子も麦わら帽子。これはあれだよ、麦わらのあのルフィが出てくる前から麦わら帽子はこれぐらい言いましたよ。根強い人気よ麦わら帽子は。夏といえばもう麦わら帽子。僕なんかあんまりかぶったことない、入らない、頭が大きいもんだから入らない、残念ながら。うん、お客さんどんどん来んな。あ、違った、出てた人だ。ドライブするか並んでんだ。よいしょ。確かにね、あのサンドとか一本とかちょっとだけ食べるんだったらお店もいいかもしれないけど、僕のようなたっぷり食べたい人は家の方が安心してね、ゆっくり食べられるか。そうそう、僕がねこれ入ってきた時、ちびっことお母さんがねこれ嬉しそうな顔して、この鶏のひパックを買って持って帰ってたの。これがケンタッキーだなって本当思った。僕はケンタッキーっていうのはね、そういう立場にいる。お、配達初めて見た、いってらっしゃい。あ、本当配達入るんだ、やってんだ、あっつ、ちょっと熱い。クリスピー行こう、クリスピー。熱い。クリスピー行きます。クリスピー挟んでいきます。うん、熱い。まだ芋もあるからね。ほら。この芋本当美味しい。丸ごとをこうやってやってるからこういう風になってるらしいですよ。ホットのやつの食べ比べみたいなやつにしようかな、どっちにしようかなと思ったけど、こっちでよかったわ。量もあるし、この熱さでレッドホットだったらもう僕はどうなってたのってことですから。僕はどうなっちゃうのってことですからね。よかったですよ。お、これは一番美味しいとこじゃないの。これはほら、
なんとかケンタッキーだ。今日見たよ、これ食べる前に今日僕見たんです。今日の鳥は全部鹿児島県産。国産ハーブ通り、国産ハーブ通りだ、これは。おお、この箱がまたいい仕事してるの。一切下に落とさないから受け止めてくれて。あー熱い、熱い、熱い。美味しかったけど熱い。大変だこりゃ、大変な暑さですよ。もうサマーですよ、サマー。梅雨明けてるよ、これ絶対。これはもう絶対梅雨明けてる。あっち、ほら、うわ、あっちちち、あっち。ついたケンタッキーから出た油よりも僕の体から出てる油の方が量多いよ、これ。これは素晴らしかった。今月も、今月も素晴らしかった。よいしょ、美味しかったです。ごちそうさまでした。